遠藤アリス選手は三田さん、はい、パープルを基調にしたコスチューム、ゼブラパターンが入ってますね、はい、さあゴングです。三田さんから説明があったように遠藤選手はあのチアワンのメンバー、サイキーレイカさんに憧れてプロレスラーを目指したという、はい、あのレスロワンが去年の4月にやっぱり活動休止になってしまったときに非常にやっぱりそれが悲しかったという気持ちもあって、はい、非常にそのチアワンの人たちが最後の無観客の時にも選手を鼓舞するために一生懸命ね、ハビテープを投げていた姿っていうのはとても印象的だったんですよね。やっぱりずっとプロレスを間近で見ていて、何かやっぱり人の心を奮い立たせたい、自分もあの中に入りたいっていう気持ちが強くなったんじゃないかなと思いますね。さあそして対するスズメです。厳しくリストを決めていきます。簡単にはこのハンマーロックを外しません。おお、カニバサミです。さらに肩を決めていきます。いや、きっちり今日のデビュー戦のために準備はしてきたという感じですね。あのウェイトトレーニングなんかはあの佐伯玲香選手に教えてもらったということのようですね。それはもうこれ以上ない先生じゃないですか。はい、まあでも体つきを見ますとその憧れの先輩佐伯玲香はパワーファイターですが、そうですね、ちょっと違う感じかもしれませんね。さあそしてスズメ選手、遠藤が佐伯玲香ならスズメは辰巳梨花に憧れてこの東京女子プロレスに入門しました。そうですね、今日のメインで挑戦者として登場する辰巳選手ですね。そうですよ、足を払っていく、さらに踏みついてすぐにバックを奪う、フライングメイヤーからロープに足を、ドロップダウンでペイントを使っていく遠藤アリス、非常にスピーディーな攻防です。スズメ選手もかなりデビューしてすぐにこう期待されて上野選手と当たったりすることも多かったので、まだキャリア2年半にも満たないのにもうこの実力っぷりです。2021年、このスズメ選手の、ね、やっぱ飛躍が期待される存在ですよね。まだどんどん後輩ができてくると気持ちも変わってくるでしょうからね、はい、出ました、この今のコーナーカメラ見ましたか三田さん、はい、はい、今回あのコーナーにカメラがついているんですね。そうなんです、ニュートラルコーナーにね、一気コーナーカメラが設置されております。こちらの画面です。東京女子プロレスの戦いをド迫力な視点で皆さんに楽しんでいただきたいと思います。さあスズメがこれはリバースのインディアンデスロック、ちょっと変形の形で入っています。さあこれはリング中央ロープもちょっと遠い状態、さあスピーディーな展開、打撃戦なら耐えられた遠藤ですが、またねこうやってサブミッションはね、皆さん我慢してができるものとまた違いますからね、はい、気持ちと体力をこうじわじわ奪っていく、そういう技ですね。だが遠藤あり、ロープに振ったのは遠藤でしたが攻撃を仕掛けたのはスズメ。スズメ選手このドロップキックがすごい綺麗なんですよね、ご姿勢が。いやまさにねビビットハニーマスター、まあ、スズメ選手はね本当にね蜂がイメージなので、うん、そうなんですよね、あの蜂のハムにハニカムの六角形のね、こうモチーフがコスチュームに入ってたりしますからね。まさにあのドロップキックは蜂の人差しといったところでしょうか。これをエルボーで迎撃、あーやいいですね、いいですね遠藤選手、デビュー戦とははっきりと思えません、うん、カウントは2、おそらくまだできることがたくさんあるわけじゃないと思うんですけれど、できることを確実にちゃんとやっていこうと、はい、覚えてきたことを、自分が学んできたことを、できることをですね待つことなくやろうっていう、ちゃんとそのあたりの心がね整ってるなと思いますね。スリーパーホールド、ただこれを首投げからさらにスリーパーでお返し、スズメです。ロープに逃がしません。さあこれは苦しい状況になった、ちょっとこれロープから遠いですね。さっきはリバースのインディアンデスロック、今度はスリーパーホールド、同じサブミッションで耐えられるか、ロープに逃げました、ブレイクです。まあ、今はねこう歓声が飛ばせないので、こういったお客さんの拍手がね選手の肩を押してくれるんだと思いますね。今日もたくさんね遠藤選手のデビュー戦を応援するために
まあ、関係者そしてファンがもうね来てくれましたからね。そうなんですよ。レッスルワンのレスラーもですね、はい、応援に来てくれています。そうなんですか。そうなんです。試合さん、OK が、OK がまた再び仲間になるわけですね。そうなんですよね。今度はレスラーとして同じリングに上がる同士ということになっていくでしょうからね。これはキャメルクラッチ。おお、すごいですね。キャメルクラッチ、これ確か佐伯選手も得意技にしていた。得意技でしたね、これちゃんと腰を落として。憧れの対象に対する思いというものが、私はこのキャメルクラッチで上に上がっていくという遠藤アリスの思いか、スズメに対して絞っていきます。さすがのスズメもこれは苦しそう。さあデビュー戦で勝利か、いきなり勝利を掴んでしまうのか。届かない、ロープが届かない。いけるぞ、いけるぞ遠藤アリス、これはいける。絞り上げる。ここまでデビュー戦までたどり着くまでに味わってきたこの苦しみ、すべての思いを今のキャメルクラッチに込めていました。簡単にロープに逃げられないのにちゃんと腕もねフックするあたり冷静ですね。デビュー戦でそれができるっていうのはね、相当なことだと思うんですよ。なかなかです。腰にダメージが残るスズメですが、出た、セカンドロープを使ってのフェイスバスターから、これは狙っているかスズメ。立てますかね。この表情、狙いを定めてリングをベル。スズメの必殺技が炸裂してカウント3。勝者